相性占いで一番面白いなと思うのは、はい、僕はやっぱり宿用星占術がものすごい当たるなと思うね。だよ、はい、京本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、はい、今ですね、うん、誕生日でわかるソウルメイトとの出会い方っていうのがですね、うん、結構他のチャンネルで伸びてて、だよ、そういうの知らないんですか？知らないです。あ、本当ですか？だよ、知らない、知らない、知らないですね。うん、全く知らないね。あ、そうなんですね。うん、だよ、なんかちょっとだけ思い出してもらって、なんかわずかでも心当たり的なものってあったりしないですか？うん、興味ないね。興味がないですね。いや、結構これ八方塞がりだな、これ。どうにかして、これ誰かの理論とかなんかないんですか、それ。はい、まあもちろん名前からもう紐解けるし、はい、まあ僕は名前の専門家なので。はい、あ、だよ、名前詳しいですね。名前詳しいですね。はい。もう名前見たらもう大体わかりますね。だから名刺交換すると大体わかるもんね。あ、そうなんですか。はい。名刺交換するとほらフルネームでわかるじゃない。はいはい。フルネームでわかるからすぐにパパッと計算して、あ、そうだねみたいな感じになる、ね。あ、その人のパーソナル性格みたいなのがわかる。性格もあるし、あと僕との相性っていうのもわかる、ね。あ、だよとの相性がわかるんですか。わかりますね。大体、ね。あ、それはすごいですね。うん。だよ、あの企画が再スタートします。はい。6月29、30ビジネスブートキャンプ in 東京湯島上野でございます。どんな企画なんですか。これはですね、ビジネスを最短最速で回していくためにはどうしたらいいのか、そして僕の頭の中に入っているビジネスモデルを全てあなたにお伝えするという企画でございます。今回はどんなことがリニューアルしたんですか？いや、もう全ての部分でリニューアルしてますが、まあ、特に今 AI がすごいのでね、うん、AI、それから YouTube、そして電子書籍、まあ、様々な僕の頭の中に入っているビジネスモデルを全てあなたにお伝えしていきます。ビジネスに興味ある方はどうせなら概要から学んでください。ぜひ概要欄からご覧ください。今回は誕生日バージョン。うん、誕生日バージョン。はい。じゃあ、はい、まあ計算方法。はい、和と差でもやりますか？何なんですかそれ。足し算引き算ですね。足し算と引き算、うん、え、そんな何どうやって。これね、結構当たってんだよな。あ、本当っすか？うん、すごく面白いから、カメラの向こうの方はですね、ぜひ紙とペンをご用意いただければですね、うん、いろんな自分の周りの人たちとの計算ができるので面白いかもしれないですね。あ、そうですね、はい、今すぐ用意してください。うん、それでは5分間待ってます。あ、すごい待ちますね。これ YouTube でそんな待ち、だいたいカットしてほしいじゃないですか、その待ち時間みたいなやつ。すごい、え、ちゃんと待つじゃないですか。ちゃんと待つじゃないですか。だよ、あ、なんか5分経ったみたいですね。だよ、5分経ちました。経ちました。早いです。はい、そうです、そうです。そしたらですね、まあおそらく、例えば1970年とか、まあ、うん、まあ、それはもう抜かしてですね、生年月日だけですね。生、はい、年月日だけでいいんですか、使うの。はい、だから何月何日だけしか使わないんですけれども、うんうん、例えば、じゃあ、ジャニーさんだと7月の22じゃないですか。はい、誕生日そうです。7月の22。はい。ってことは、7足す22。はい。7足す22は29になるんですね。29になります。なので、紙に2と9と書きますね。はい、2と9。はい。そしたら、今度は7月の22日なので、はい、この数字の大きい方から小さい方を引くんです。あ、なるほど。22-7イコール15。15。はい。そうすると紙に15というふうに書くわけですね。はいはいはい。そうすると小野さんの場合は1159かな、はい。あ、そこわからないです。2929。あ、全然違うか。僕は間違えました、ね。はい。あ、そうか、1259か。1259。あ、それ順番に並べるとってことですね。あ、順番並べると1259じゃないですか。はい。で、これが小野さんの数字なんですよ。はい、なるほどなるほど。はい。そしたら、はい、琴美さんの誕生日は、いやいやいや、覚えてないですね。僕の、ま、前の彼女です。奥さん、はい、奥さん琴美さん、咲ちゃんです。咲ちゃんです。あ、咲ちゃん、あ、今度の奥さん咲、はい、ちゃんって、今度の咲ちゃんって何なんですか。その初めて、僕は初婚ですよ、初婚。今度の奥さんって何なんですかそれ。じゃあもちこさんは、これちなみに咲、うん、ちゃんの職場の方が結構集中して見ていらっしゃるそうで。そうなんですか。そうなんですね。確かに、前の彼女ですね。あ、そうですね。はい、じゃあ、香里さんは。いや、前の彼女です。よく知ってますね、僕の前の彼女ラインナップ。めっちゃ知ってるじゃないですか。そうですか。はい、じゃあ、さきちゃんの誕生日いつですか？12月8日ですね。12月8日ってことは、12足す8ですね。20です。はい、そうすると02になります。02。ね、はい、順番通りすると02になりますね。はい、で、12月の8日ですから、はい、12-8。4ですね。4ですね。はい、そうすると024となるわけです。024になります。はい、そうしたときに、まあ、さきちゃんは3桁、ジャニーさんは4桁というふうになるんですけれども、はい、その中で重なる数字が何個あるかってことなんですね。1個ですね。はい。で、4分の1ですかね。ジャニーさんの場合は4桁なので、さき、はい、ちゃんと重なる数字が1個。
1個ってことは4分の1なので、ジャニーさんとサキちゃんの相性は 25% ということなんですね。ああそうなんだ。そしてサキちゃんの場合は3つの中の1つなので 33% という相性となっていくわけですね。これ面白いですね。はい、ですからまあ 25% と 33% ということですね。はい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 、でもなかなかだと思います。え、なかなかというか、はい、なかなかいいんじゃないでしょうか。あれあれどういうこと、なかなかじゃないこの 33%。 まあまあないよりもまあまあ 100% のうちの 25% ですから、はい、まあ、かなり高いですよね。あ、そうですね、そうですね、相当高いと思いますね。相当高いですよね、はい、相当高いんですかね、うん、100% とかいるんですか。いるんだよ、これがいるんだ。いるんですか。でこれめちゃくちゃ面白いんだけど、はいはいはい、やってみると、はい、あ、私あの旦那と全く同じ数字なんですけど、はい、って言った時に、はいはい、旦那さんと仲いいでしょって言うと、はい、めっちゃ仲いいですっていう。そうなんだ、面白い。中には一つも合わない夫婦もいるんだ。中には一つも夫婦合わないと、はい、旦那さんと仲良しですかって言うと、はい、すっごい口も聞かないですって言ったりするんだよね。面白いですね。面白い。あ、そうなんですね。多分これね、その結婚されてる方いっぱいいると思うから、はい、みんなどうですか、どうですか、どうですか、旦那様と。5月5日、はい、5月29日。あ、0と1になりますね。あんまり。5月5日と、もう一人が1月29日ってことは03と、うん、あともう一個が27かな、あれ28、はい、そうすると何分の1になるんですか。0だけ一緒。あ、0だけ一緒。あ、実際はどうですか。実際は5年間お話ししてない。あ、5年間お話ししてないということですね。そうなんですね、はい、ちょっと待って、そのパーセンテージで5年間お話ししてないんですか。そうです。だから多分小野さんのところと同じパーセンテージなんじゃないかな、ね、完全に同じパーセンテージですね。そうですね、まあですからおそらく来年あたりは。怖っ、これ聞かなきゃよかったですよ。いや、あくまでも千春さんのせいで統計ですから。はい、あ、まあ、そうなんですね。統計でございますのでね。あ、そうなんですね、まあ、あんな気にしない、まあ遊びですから。あ、そうなんですね。遊びでございますのでね。どうですか、はい、どうですか、旦那様と。私は旦那様です。ノー旦那。あ、そうなん。奥様とどうですか。カメとバッテンついてます。あ、そうなんですね。そうなんですね、はい、どうですか旦那様と。まずですけど、これどうやって比べるんですか。あ、何分の1ですね。あ、その4個ある中の何個丸ついたんですか。1812。はい、1812。2921。あ、同じ数字がもしあれば1個です。ってことで4分の1ですか。あ、ちょっと、あ、もうちょっと分かんないですね。そうですね、これ見てる人も分かるかな。あ、そうですね、はい、これ例をいっぱい事例を出していかないと分かんないかな。あ、そうですね、まあだからそんな気にすることはないけど、うんうん、結構でもこれ当たってたりするから結構面白いんだよね。面白いですね、うん、あの千春さんのせいでちょっと不安になりましたけども、うん、まあまあジャニーさんとかラブリーですからね、はい、本当ですね、うん、うちはラブリーなのでちょっと千春さんの方に逆にね影響を与えられるように頑張ります、うん、いやだからそういう相性ってね本当にありますよね、うん、そうですよね、うん、え、大体企業は結構あの、あ、この人と付き合うかもなみたいな人とこういうのやったりするんですか。この人と付き合うか日常生活でこの人と付き合うかもなは感じないですね。あ、本当ですか。感じるんですか日常生活で。いや、大王はこの人と私付き合うことになるな、すごいもう霊能者のレベルですよそれ。大王はよくやってそのイメージありますね。いや、ないですね。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんです。でも、はい、相性占いで、はい、一番面白いなと思うのは、はい、僕はやっぱり宿用性戦術がものすごい当たるなと思うね。どういうやつなんですかそれ。これは、はい、空海さんが唐の国から持ってきた密教の中の一つですね。あ、そうなんですか。この相性を見るんだったら宿用教が一番面白いと思う。あ、あの宿用って、あの宿は宿、宿に何曜日の夜、うん、はい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 、で生鮮術、これもう無料で相性占いとかできるので、はいはいはい、やってみたら面白いと思います。でこの宿用教っていうのはすごく面白いんだけど、宿が27個もあるんだ。めっちゃありますね。だから性格パターンが27個あるっていう、はいはいはい、でこれ自分の当てはめてみるとめちゃくちゃ当たってるんだよね。あ、本当ですか。びっくりするぐらい当たってるんだこれ、はいはい、でまあこれあまりにも当たりすぎるということでね、まあ、戦国時代にはこれは封印されてしまうわけなんですけどもね。そん当たりすぎて封印されると。だからもうその戦国武将には必ずこの宿養士という人が一人ついて、はい、戦術をこの宿養士が練っていたというね。あ、そうなんですね。そうだから宿養士という職業の人もいたぐらい本当に当たるんだな、はい、これがね。現代ではもう相当少なくなっちゃってるってことですかね。いや、もう本もいっぱい出てるからね今ね。あ、本当ですか。出てる、まあ、あとはその無料で占いできるので、はい、相性占いは一番この宿養性戦術が当たってんじゃないのかなと思うよね。面白い。
面白いですね、うん、ぜひ千春さんに宿業でやってほしいですね、うん、はい、っていうかもう5年も口聞いてなかったらもう、はい、あの新たな道を行かれたらどうなんでしょうかね。そうなんですけど、うん、大好きなんです水類のことが。あ、珍しいですね。そうなんです。5年間口聞いてないけど旦那のことが好きなんですね。すごいですね。どういうあれなんですか、メンタリティなんですかね。分からないんだ。いやもうね、それはやっぱり、はい、本当結婚する人っていうのはさ、うん、やっぱ過去性とのつながりが大きいからね。なるほどなるほど、うん、何かあったんでしょうね過去性でね。あ、そうなんですね、うん、でも旦那さんが奥様のことを好きじゃないんですか。あ、それは私には多分興味がないと思うんですけど、はい、子供に言わせると、はい、パパもママのことが大好きだよ。分かりました。じゃあ今日、はい、話しかけたらいいじゃないですか。じゃあ僕今日家行くよ。これはすごい、すごい機会だ。一緒行ってあげるよ。本当ですか。うん、多分今晩めちゃめちゃ仲良くなりそうですね。そうだよ、はい、だから今夜ね、はい、奥様の家に行って、はい、一緒に布団に入ってるところを旦那さんに見てもらったら、はい、旦那さんがこう燃え上がるかもしれないじゃない。これはめちゃめちゃパンチある。ショック療法ですね。ショック療法、矢口真理みたいな。すごいっすね。ショック療法がすごい。いやでもうだって多分今日喋んなかったら一生喋んないよ。手紙書いたらいいじゃないですか、うん、僕書きますよ。代筆。もう代筆しますよ。あ、本当ですか、うん、もったいない。そんな大好きなんだったらぜひね、うん、昔仲良かったんでしょ。じゃあ元に戻れますよ、うん、ね、今日やりましょう今日。そうですね、うん、しかも今日さ金曜日だしさ、はい、決戦は金曜日だから、うん、金曜日だと思って行動しなさいってことですね。あのね、いちいちうるさいんですよ、うん。すごい。ということで大王、うん、ぜひですねこのワトサを使って。そうですね、はい、仲いい人と仲良くなったりだとかしてほしいな。まあまあ数字遊びですからね、はい、まあ、そんな真剣に考えることなくやってみたら、ね、まあ面白い。まあ本当に中にはね、本当旦那と全く一緒ですっていう人いるんだよ。あれですよね、これあの友達同士とかでも。あ、もちろんもちろん、もう友達でも、はい、恋人でも、旦那さんと、うん、でも誰とでもできるのでね。ああ、いいですね、はいはい、ぜひやってみてください。ありがとうございます、はい。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて。ぜひ仲間になってください。